ちは一尺六寸でハイブリッド横に吹きます。こんにちは、尺横ハイブリッドを横に吹いてみたんですけれどもね、この7つ穴7番目のこの穴を開けた途端にならなくなったというのは、ここの穴の大きさ、この穴の大きさね、小さすぎても大きすぎても、このみんなの穴の比率の6番目の穴と7番目の穴ね。でこれの波紋が、要は水面にポンと石を投げて、もう一個7番目の穴の、まあ、代わりにポッともう一つ石を投げて、2つの波紋ができて、それがっと広がって、波紋同士がポンと当たった時にパッとこう崩れて消えるんですね。波紋が、紋が消えるんです。というのは周波数がこれとこれが当たって真ん中で消えてしまうということで、突然に、吹いてたら、こう吹いてたら、小指ポッポッとやったら、ポイッとこう音がハニハニッとおかしになって、ここで波紋が当たって、音波がポッと消えてしまって、突然音が出なくなったり変な音になったりして、おかしいなっていうのが、まあ長い間続いたんですね。でこの音、やっとここの比率ね、この比率が分かって、ここの穴の大きさをもう0.5ですね、1ミリの半分の径を大きくしたというだけでピタッとそれが収まったというのは、波紋の波紋がきれいにこう合わさっていったらいい音がするという結論に達しましたので、この比率は絶対に必要だと思います。だからここが小さすぎても大きすぎてもダメということがこのほどはっきりしまして、これを改良して 0.5 ミリ大きくしただけで、いやそれもね、丸やすりでもう少しずつ調子を見ながら削っていって、やっと分かったと、何度も何度も吹いてみてやっと分かったと。ところがそれはたまにしか波紋が当たって壊れるということがならん、非常に難しかったですね。でそれがもう一切ならんっていうことで、かえってその 0.5 ミリ上げただけでドーンと上がったということと、ここの感じるラッパね、やっぱりね、それと相対性理論で、やっぱりこのただの包んぼこがすごく鳴り出したということ。
これがまた5つ穴でもね、この漢字でラッパにしたらもう全く音が違うんですね。でもこの漢字理ラッパと相対性理論、真ん中はちょっといらうけれども相対性理論で、ハイブリッドにただの包んぼこが綺麗な音が出たということね。それと一尺八寸も同じことで、ここの漢字理ラッパと相対性のようにズボンとまっすぐにズボンと21の穴ドボンともう何もせんとそのまままっすぐに抜いて、相対性理論の調律法で、ここの口ラッパをガバーンと大きくしただけで、竹で証明。けれどもね、もう、竹でもまっすぐに抜いて、寸胴で、相対性理論と漢字理ラッパでなるということをこれで証明できました。もう筒でもうパイプだともうまん丸でズボンだからね、もうここの漢字理きれいにすればもうポーンとなるね。ということで、今日は第7番目の穴と6番目の穴が波紋が当たって音が出なくなる不思議な現象が、このパイプ尺八に現象があったということをご報告しておきます。それを克服しました。この穴を通常より0コンマ5ミリ、0.5 ミリ大きくしただけで、非常に楽に吹けれるような音が途中で変わらんということね。その波紋が当たって音が変わってた。
まあこの口もちょっとここに合わせて唇に合わせて削り合わせをしましたけれどもね、大体もう工場でさーっと切ってきただけで、ちょっと手を入れるだけで、この缶がもうスボーンといってるだけに、塩いですね、だけに比べたらまだこの缶は調律が塩いです。もうまん丸でスボッといってますから、こちらはやっぱり肉厚があったりしますので、やっぱり一苦労ありますけれどもね、パイプと同じく寸胴の調律法で、寸胴に作れば同じ要領でできますね。だからパイプがなぜ鳴るかいうことで、立証できたし、穴の波紋ですね、今日は穴の、水面に水の波紋が当たり合って打ち消し合う現象が起こったということね。それを分かるまでにかなりかかりました、ね、そういう現象がありました。でそれを克服したらすごくなるようになったということですね。よろしく。だから、ハイブリッド尺横コラボはこういう形で、いきます。よろしく。